キッとやっていこうと思うんですけど、僕もね、ついに装飾品がね、やっとのことね、覚醒できたんですよ。まだ裏がね、裏がいまいちですけどね。これなんて言うの、アルマでしたっけ、カルマ系、カルマか。これはまだな、まあ集まってはいるんですけどね、餌がなくてね。まあちょっと毎日レイドしようかなと思うんですけど、草食の覚醒は人権レベルですね。草食の覚醒は強いですね、本当にね。まあ僕こんな大したあれじゃないと思うんですけど、ここら辺もね、もうちょっとね頑張って持っていきたいんですけどね、いろいろ覚醒選定というかちょっとやっていきたいんですけどね。防御力とかね。ここら辺ね、まあまあゆっくりやっていこうと思います。まあとりあえずギル戦ね、ちょっと変わるかな。いやー、もう僕もやっと70万乗ったと思ったんですけどね。いやー、マジか。これで10万以上差つくの？はい、ムニスケさんとイカレ頭さんかな。はい、よろしくお願いします。さあ、マシュマロ天国さんかな。ルーカス1の兄か2か。ちょっとルーカス狙っていきたいとこなんですけど、まあ、体力減ったもんかな、かな。ちょっとね、どんな感じだろう。いいのいたよね。厳しいな、これ動画厳しい。いや厳しい、これ厳しいな。これはさすがに厳しくないですか。これ動画撮れないでしょ。いや厳しいかもしれない、これはさすがに。はい、よろしくお願いします。
いやお二人うまいんでね、なんとか勝ててるんですけど、ちょっと厳しいかもしれない。グロリアさんかな、グロリアさんだった気がする。いやちょ待てよ、どうしよう。Wi-Fi じゃないよね、 Wi-Fi ではないね。いやこれでも厳しいぞ。いやでもね、これはちょっと厳しい。いや俺が兄が言ってないのがダメですね。いやこれきつい。いやこれはきつかったな。いや申し訳ないね、これ俺っすわ。はい、イカレ頭さんとムニスケさんね。いやこれはちょっとさすがにきついかな。ライジングさんかな、ルーカス・ヒューゴ・アニカか。何か行きたかったんだけどな。いやこれちょっと厳しいな。まあまあ、
減らないですね、やっぱ。あー、これはまずいかもしれない。やっぱ耐久ありますね。いや、これきついよ。もう乱戦になればなるほどきついですもんね。まあここでちょっと回復して終わろうかな。もうでもすんごい回復だな。回復だいぶ脱出失敗したんですけどね。さすが装飾品ですねこれね。はい、イカレ頭さんとムニスケさん、ちょっとねこれ迷惑かかるな、さすがに。いや、これ無理でしょこんな無理じゃないですかこんな無理だろ、無理だろ絶対できねえって。こんな、これどうだろう。いやでもね、せっかく取ったんでね、ちょっとね3人ぐらい乱戦になったらもう無理っすね。最悪なもんしんない。うわあ、マジか。いやでも今のは多分俺の失敗だわ。いやすごいね、3万からもね。ちょっと待てよ。はい、ありがとうございます。ちょっとね、
さすがにちょっと厳しすぎて、いやこれ申し訳ねえな、この感じは申し訳ない本当に。いや無理でしょ、これできる、こんなんできないでしょ。いやいや、みんなこんなもんなんのかな。まあいいか。キキ、ヒエン、ルーカス、あと 1,2 戦ぐらいにしようかな。もう14分ぐらいですもんね。いやこれあと 1,2 戦で無理でしょ、こんなもん。いや装飾品や、いや新バディ出ましたけどね、これ装飾品の覚醒あるんで、そこで厳選してた方がよっぽど現実味があるというか。そんな無理だって。これは無理やって。はい、あー、ピーカーブーさん、あーさっす。いやね、本当にね、本当に、まあまあまあ、いや、お二人がうまいんでこれ成り立ってるんですけどね。はい、あー、ライジングさん多いね。アニカ、ルーカス、ヒューゴか。どうだろう、ルーカスかアニカか。これラストかな。そんな無理でしょ。
話せば大丈夫でしょうちょっと乗ってくれましたね。うん、まあどうせラストぐらいしとこうかさすがっすね。うん、2人うまいっすわ。これラストかな、迷惑かかるしラストいこうと思います。いや装飾いいんすよ、みんな本当に。チンバディでジェム使うぐらいなら装飾いいんすわ。んと午後の紅茶さんかな、うーんと何だった、キキニのルカス、いやキキだった、これラストっすわ、さすがに無理っすわこれ。あ、首痛い、さすがにこれ無理でしょう。いや、いけんかった。いやこれ申し訳ない、いやダメだこれ、いや申し訳ない、いやこれ申し訳ない、完全俺だわ。ルーカスいけなかった、ルーカスいけなかった、俺が悪いよ本当に。もうわけわかんねえもん俺これ俺だわ、ほんと俺だわ、最悪だわこれ申し訳ない。2人、うん、この辺でやめとこう。はい、うん、午後の紅茶さんね、はい、よっしゃ。まあまあ装飾品ですね、うん、装飾品の覚醒、うん、まあ思っ裏か。裏もちょっとね、頑張っていこうと思います。はい、ありがとうございました。